こんにちは。センターシリアルのビデオ、メイキングアーカイブ AL2C の第43回を始めたいと思います。よろしくお願いします。さて、前回はコンストラクターの呼び出しですね。規定クラスのコンストラクターの呼び出しのところと、それから、規定クラスがシステムをオブジェクトだった場合のそのコンストラクターをどうするのかみたいな話のところで、なんか意外と簡単な話ではあるけど、もうちょっと詰まってですね、なんか見るも長かったんで一旦切ったんですね。で、もう一度問題を整理しておくと、今のところコンストラクターの呼び出し以外のところはなんかうまくいってる感じがするんですが、これですね、これクラスのコンストラクターの実装で、そのクラスの中から規定クラスのコンストラクターを呼び出しているところがあります。で、これがまず未定義ってことですね。で、それからここに自身のディス参照というかディスのポインターを渡してるんですけども、このポインターの方がシステムオブジェクトのコンストラクターのそのディスポインターっていうのはシステムオブジェクトアスターになるはずなんで、それで型が合わないという問題があって、それをどうするかっていうところでしたね。その2つを解決すればいいかと思うんですけども、意外とバックグラウンドが深くてですね、ちょっとキャストというかこの型が違うのはちょっと置いといて、そもそもこのシステムオブジェクトのコンストラクターですね、それからこのシステムオブジェクトにシステムオブジェクトの型として構造体をどういうふうにするのかっていうのを先にちょっと考えましょうかね。で、何を問題にしているのかというと、この自動的に出力されたそのソースコード C と H のちょっと C 側を見るんですけど、これがそうですね。で、こいつは先頭でヘッダーファイルをインクルードしてるんですね。これ行頭なんです。ファイルの一番先頭の行なんですけど、で、ヘッダーファイルがあって、ここの中で、そのさまざまなその前方参照になるように、型とか関数の定義を含めていると。で、システムオブジェクトの定義をどこへ含むかなんですけど、ここへ含むとまた重複定義になりますよね。例えばここにこんな感じで、ちょっと空のね、これも問題なんですけど、空の、フィールド、こんな感じで置いたとするならば、この定義が、このヘッダーファイル前に、どんどん出ちゃうんですよね。で、今 IL2C は、特定のそのモジュール、正確にはアセンブリにしちゃったんですけど、特定の、言い換えるとアセンブリごとに、C のソースコードとヘッダーファイルを出力するというふうにしてるんですが、システムオブジェクトって、規定クラスで必ず使われるので、至るところで出力されるわけですよね。そうすると、そのマルチアセンブリというか、その複数のアセンブリをガーッと変換したときに、常にその先頭にこの定義が含まれるんですよ、システムオブジェクトで。これ定義が全く一致していれば問題はないっちゃ問題ないんですけど、あとコンストラクターもそうですね。コンストラクター定義もシステムオブジェクト CTOR システムオブジェクトポイントギス、中身はないみたいなコードが、これが毎回出力されるんですよね。で、さあ、あんまり良くなくて、じゃあどうするべきかというと、独立したそのヘッダーファイルに分割するのがなんかいいんじゃないかっていう気がしますよね、なんとなく。それはちょっとファイル名は適当ですけど、こんな感じ。
システムオブジェクトエッジみたいなものがあり、その中にこれが定義されていると。でですね、このシステムオブジェクトエッジは本当にシステムオブジェクトエッジだけでいいのかみたいな話があって、システムオブジェクトのように共通で使われるはずの定義という、しかも自動生成ではなくて人間の手でというか、まあ IL2C のインフラとして使われる定義ですね、それらを含むものがなんか共通で格納されるべきそのヘッダーが実は必要なんじゃないかっていう気がするんですよ。で、まあそれ言い始めると、まあこの辺なんか今取り組んでるやつはみんななんかその共通のヘッダーファイルの中にあればいいよねっていう気もしますよね。今ね、ここに自動的に出力するようにしてますけど、まあぶっちゃけですね、こういうこと、IL2CH というヘッダーファイルがあり、その中にこのインクルードも少なくとも頻繁に使われるはずで、なんか共通のもののヘッダーファイルもそうだし、それから共通で使われる構造体の定義もそうだし、それからコンストラクターのこの実装もそうだし、まあ今やらないですけどシステムオブジェクトの他のメソッドですね、仮想関数がありますよね、ゲットハッシュコードとか、ゲットタイプをやるかどうかわからないですけど、あとトゥーストリングですねっていったようなものも、なんかその手動で定義すべき共通の実装って考えると、それらもひっくるめてなんか IL2CH というヘッダーファイルの中にあってもいいんじゃないかなというふうに考えられますよね。なのでそいつを移すことにしましょうか。でこの辺今せっかくね、IL コンバーターの中で必要になるたびにそのレジスタインクルードファイルだったかな、で必要なそのヘッダーファイルの情報をかき集めてきてここにインクルード文として出すっていう風にやってるんですけど、まあそれはそれでね、ちょっとコードとしては残しておいて、でこの4つについては少なくともこの IL2CH の中で定義しておくと。でこのシステムオブジェクトですね、とりあえずですけどシステムオブジェクトのこの定義を IL2CH の中に入れ、共通のヘッダーファイル定義としてこの IL2CH を含めるというふうにしますかね。で、そうしとけばこれをインクルードすれば、システムオブジェクトの定義が手に入ると、少なくともね、いうふうにしましょうか。じゃあまずですね、そのヘッダーファイルをまあちゃちゃっと作っておきましょう。とりあえず最終的な置き場所はまた考えなければいけないんですけども、っていうのはこの IL2C が本当に完成した暁には、例えばなんかインストーラーでインストールするだとか、そのヌゲットに対応できるのかできないのかとか、なんかそういうことも含めてきっと考えなければいけなくて、まあその方法によって、このファイルをどういうふうに含めるのかみたいなことが考えなきゃいけないので、まあそれやり始めると収集つかなくなるので、今はまあこのプロジェクトに同居する形でヘッダーファイルを置いておきましょう。で新しくヘッダーを追加します。ここに IL2CH とこんな感じで定義しておきますね。と今ここに入りました。でとりあえず現在想定できている先ほど言ったようなこのあたりの定義ですね、これをまるっと IL2CH の方に持っていきます。こんな感じでこれを自分自身なんで削除しておきます。で、これダミーはなんかストレージが生成されないと困るんで、なのでこうしておきますね。こんな感じでいいかな。はい。でこれ、そうですね、これね、今ヘッダーファイルにこれ実装を書いてるんですよね、これだと。じゃあ IL2C のための共通の、なんていうんです、その C のソースが必要なんじゃないかとかですね、それはライブラリにならなきゃいけないんじゃないかとかですね考え始めるといろいろありすぎるんですよね。で、C ブラブラだったらインラインっていう予約があるんで、インライン使えば逃げられるといえば逃げられるんですけど、本来はね、これ中身空なんで最適化されたら多分消えてなくなるものだと思ってるんですけど、
ちょっとね、どうしようかなっていうのはありますね。これ2回コンパイルした場合、VC だと、これのインスタンスってちょっと意味があれですけど、要するに関数の実態ですね。ネイティブコードとしての実態が2回生成されるような気がするんですよね。つまり、この IL2C テストターゲットドット C をコンパイルするときに1回生成される。それからメイン C をコンパイルするときに1回生成されるみたいな感じで、合計2回バイナリが生成されるような気がするんですけど、確かね、VC はね、同一のボディ、しかも生成されるネイティブコードの、バイトコードっていうと、あれ語弊がありますけど、信号コードですね、そのもの、そのバイナリーイメージが一致する場合は、それを1個にまとめるみたいな機能があったような気がするんですよ。それがね、使われる条件があったかなかったか、あんまり記憶がない。まあ、やってみましょうか。とにかく今これ重複して定義されるはずなんで、あんまり良くないといえば良くないですね。あと、このヘッダーファイルが重複してインクルードされた場合のために、いつも通り逃がしておきましょう。IL2CH。CH。で、エンドリフですね。よりどころとしてこういうファイルがあると、今後、その共通で、本当の意味で共通で使わなければいけないものは、ここへ足していけばいいっていうことがわかるんで、今後の拡張性はこれで担保されたっていう感じはしますね。で、呼び出し元は、メイン C は、この IL2C テストターゲットエッジを読み込みますね。なので、ここの先頭に、これが入ればいいと。こういう感じで入ってくれれば、そうすれば、それが読み込めれるだろうという感じですね。これ赤が出ているのは、ジェネレーテッドがサブフォルダだからかな。こうしといて、ちゃんとインストールできたらね、このシステムパスの検索に引っかかるようにしたいところですけど、これが今エラーになっているのは、コンパイルの定義かな。これでインクルードファイルを参照しているところ、プリプロセッサかな。ディフィニッション、ディフィニッション、プリプロセス、あれ、パスを指定するとこなかったか。ユージングディレクティブ、あれ、どっかなかったか。あ、これかな。VC++ ディレクトリ。ジェネラルか VC++ ディレクトリ、どっちかのような気がするんですが、昔見たダイアログから比べてだいぶ項目が増えてますね。わ かんないな。これかな。ここに書いていいのかな。インクルードディレクトリーズってのありますね。ソース、エクスクルード、エグゼキュータブル。ここのような気がしますね。で、今、コンフィグレーション、オールコンフィグレーションズと、プラットフォーム、オールプラットフォームになってるので、ここへ足せばいいのかな。ここへ、エディットで。そうですね。定義は、継承します。で、あとここは、これ、パスのダイレクトな指定なのか。プロジェクトギアで受け付けてくれるかな。WinRT include UM? あ、そう。あ、でも、あ、なってますね。これ足されてますね。この直下にあるやつを参照する。だからこれでいいですね。じゃあ、OK をします。そうすると、こいつは解消された。されたんかな。 今、波線は消えましたけどね。よくわかんないな。いいや、こういうビルドしてみますか。通ったのか
かな。出てますね。システムオブジェクトコンストラクター already defined in ILS テストターゲットオブジェクト。これ、やっぱり二重定義になってるからなんですが、なんかあったよな。覚えがないな。ちょっとね、ググってみましょうかね。なんかあった気がするんですよ。コムダット？コムデフ？なんだったかな。 なんかあったような気が。なんかね、共通の実装を収めるためのセクションみたいなところに配置するとなるとかならないとか、なんかね、忘れちゃったな。ECPP。フォースマルチプル。でもなんかちょっと違うような。このオプションね、つけない方がいいやつですよね。違ってた場合でも、なんか最初に見つかったやつを無理やり使うとか、なんかそんな風だったような気がするんで、ダメなんですよね。あれ、かつてなんか仕事でやったやつ、僕が書いたコードじゃないですけど、なんか、フォースマルチプルって書けば通るから、これでいいんだみたいなことを力説されて、いやいや、まずいだろ、それはとか思ってたことがあったんですけど、まあ全然関係ない、いにしえの話なんでもういいでしょう。 で、なかったかな。わかんないな。コムデフ、コムダット、コムダットとか。お、What's a コムダットセクションを use for?I see the GUI option and I'm wondering why I would use it for. COM.section is to allow duplicate section to be defined on multiple object files. Normally, なんかこれのような気がするかな。でもね、なんかね、GUI ってオプションに覚えはあるけど、なんか違う気がするんだよな。ディメンションオープンウィンドウズ。書いてないか。なんかなんだったっけな。デクルスペックとか指定すればいけるかもしれないけど、それもなんかちょっと無理やりな感じがしますよね。GUI。ダメだ、なんかあんまりな感じですね。見つかってもなんか本当にプラットフォーム依存なやり方のような気がするな。そもそも本当はこのヘッダーのここにはプロトタイプ宣言だけを含んで、このコンストラクターの実装は C のソースコードとして提供する必要がある。あるいはライブラリとして提供する必要があるんですけど、今それをやりたくないから悩んでるんですね。一応念のため言っておくと。で、じゃあですね、まあ、回避方法は一応知っては、消極的回避方法としてこうすると、コピーコードが作られてしまうんですけど、定義ごとに。じゃあ C のそのコンパイル単位ごとに、同じこれの実装が別々の場所に生成されてしまいます。スタティックなので、このシンボルは外部からは見えないんですけど、まあ、これを少なくともこのファイルをインクルードした全てのやつに一応存在はし、コンパイル単位ごとに作られる。でもまあ実害はない。リターンで戻るだけなんで。C って言うと、これの実装が至るところにあるから、それは嬉しくないっていうことはあるんですが、
リリースビルドすると、こいつは無意味なコードとして完全除外されるような気がするので、とりあえずこれでいいってことにしようかな。ビルド。はい、通りましたね。で、まずこれで1つ目の問題、でもいかんか。このヘッダーファイルをインクルードするように変更しないといけないですね。で、それが割と簡単な話で、コンバーターの最初の方で、コンバートトゥヘッダーじゃなくて、どうだったかな。これじゃない、コンバートトゥ、トランスレートコンテキスト。こいつが、トランスレートコンテキストの中で、インクルードすべきヘッダーの情報をほじってるんですね、これですね。ハッシュセットで。なので、一番最初に、こいつに入れればいいんですよね、自分で。IL2CH ってな感じで。そうすれば、必ず、ヘッダーファイルとしてこいつがインクルードされる。で、他のヘッダーファイルが、このヘッダーの中に含まれちゃってるんですけど、とりあえずそのままにし、あのしておきましょう、さっきの話で。で、本当になんかそれぞれにインクルードされた方がいいってことだったら、後でこのヘッダーファイルの中からそれを除外するようにします。出るかな？ストリングになっちゃった。これですね。ここの、これ。今んとこ、これ、このヘッダーファイルの中では、これで使われ、定義されている、型とか何も使ってないっていうのが明らかですね。でも、今後使うかもしれない。例えば、ここを uint int8t とかやれば、そうすれば、これですね。今明るくなりましたけど、スタンダードイントは少なくとも使っているということになるんですが、なんでここをキャラと書いたかというと、そういうことで、今、ここを一応できるだけ使わないような感じにしとくつもりで書きました。でも、多分そのうちここになんかいくつかその共通の定義を増やしていったら、ここにインクルードが必要になるかもしれないです。で、この状態で走らせると、そうすると IL2CH はインクルードします。そして、その後、これですね。IL2CH インクルードします。その後、この辺の、定義も出ちゃってますよね。だから、これを後でどうするかは、後々考えるという感じにして、今、出てても実害はないので、今はこのままにしておきましょうと。で、C のコードとしてはヘッダーファイルがインクルードされるだけで変わらない。で、あとは、こんな感じで、コンストラクタの、宣言は出ている。コンストラクタの呼び出しも生成されている。あとの問題は、ここですね。引数の型が合わないっていうウォーニングをどうするかですね。ここは、ウォーニング、なんだっけな。C++ だとエラーですけど、ここウォーニングになってるので、ここどうするかですね。で、前回の話では、メンバー参照にして、こんな感じで、ベースとか、今ベース出てないですけど、ベースを宣言しておいて、そいつへの参照を、参照して、そいつをのアドレスを取得したものとしてあてがうみたいな感じで、考えていたんですが、これやるとね、厳密でいいんですよ、この式は。厳密でいいんだけど、継承がすごく深くなってくると、こうなるんですよね。ベースみたいな感じで。だから、どうかなって気はちょっとしてるんですよね、このやり方は。で、どちらにしろ、まずこの式を正しく組み立てなきゃいけないっていう問題と、いずれにしてもこの最後のベースってシステムオブジェクトを指していて、システムオブジェクトのポインターを得てるだけなんですよね。で、そのポインターのアドレスはどこを指してるかっていうと、結局このポインターと一緒なんですよ。
なぜならば、先頭に必ずシステムオブジェクト の, あのインスタンスが来るように、さあのそういうように構造体を出力することにしているからですね。前回、ストラクト、まあちょっと省略します、オブジェクトみたいになってます。これが規定としてあります。で C ではその構造体派生とかできないので、ストラクト例えば foo は、あ、じゃあ foo は、オブジェクトベースっていうふうに、オブジェクトのその、この構造体のあのインスタンスというか、それを内包する形を持たせる、さらに派生する場合、バー、フーかな、アスクアスクベース、バーはフーを継承しているという関係を表すために、フーのインスタンスを内包していると、こういうふうにしておけば、フーは少なくとも中にある、フーがあるってことはオブジェクトもある、そしてオブジェクトがあるみたいな感じで、こいつのバーのバイナリーレイアウトは必然的にこうなる、バーはちょっと分かりにくいな、そしてバイナリーレイアウトとしてはこうなる。で、今ちょっとここずれて書いちゃったから分かりにくいけど、オフセット0というのは、ここであり、ここであり、ここですね。こうです。ということは、今手元にバーへのポインターがある場合、単に無理やりオブジェクトへのポインターとしてキャストしても、あの問題なくアクセスできるってことになりますね。まあ、あのもうちょっと言うなら、フーに無理やりキャストしてアクセスしても問題ないとも言えます。ということでですね、なんか無理やりキャストしてもいいかなっていうのもちょっと今回やる前にどうしようかなっていうのをちょっと考えてたんですけど、まあそれでもありかなっていう気もちょっとしてるんですよね。どうしようかまだ迷ってんですけどどうしようかな。まあめんどくさいですよね。これやろうと思うと、コンストラクター呼び出しのたびに、この規定クラスとして問題の型まで、掘り下げるのをしなきゃいけなくて、まあそれはどうすればいいのかな。リンクでやるには演算子が足りないかな。なんかリンクで掘り下げ、トラバースしながら見つかったところまでは列挙するみたいな演算子がいるかな。サクッと書けるんだったらまあ書いてもいいかって気もするけど、でもこれもね、こうやって書かれても分かりにくいですよね。結局どの型まで掘り下げてんだお前はみたいなのは分かりにくい。まあこのアンスコアスコベースっていうのをもうちょっと具体的な名前、このベースじゃなくってなんか型名にしてもいいですけど、でもそうするとなんかもうすでになんか型名こんな状態なんですよね。でこれなんとかしたいなって今思い始めてるところなので、このすごい長い名前を、のでなんかそれに輪をかけてここがすごく長くなるのもなんか嫌だなとか考えると、もうなんか直接目的の方にキャストしても結果的にはなんか今想定しているコードと同じになるから、それでいいかって気がなんとなくしてはいるんですよね。デメリットとしては今言ったように必ずキャストするだけで先頭のインスタンスが取れますって言ったけど、それは現状をそういうふうにバイナリーレイアウトをそういうふうに工夫したから、こういうふうに必ず先頭 のアドレスというか位置が一致するように構造体で配置するっていうルールを設けてるからそうなってるんですが、今後その
オブジェクトリファレンスの実装をするときにそれが成り立たなくなってくる可能性があって、もうちょっと言うとインターフェースとかあの辺のサポートかな。ちょっとね、C++ の、 あの継承とそのバーチャルメソッドをどう解決するか、バーチャルかあの関数です、仮想関数をどう解決するかっていうテクニックに、あの一般的なやつにその V テーブルと V ポインターっていう概念があるんですけど、それやるとそれを使って、そのオーバーライドされたメソッドの解決とか、なんだインターフェースの実装ですね、インターフェースのメソッドの実装あたりを解決するときにそれを使う場合、この辺の過程が崩れるかもしれないんですね。ちょっと復習しないでね、僕もあの完全に覚えてるわけじゃないんで、なんかね3回ぐらい前にね、私は完璧に理解してますけどってなんかうっかりポロって言ってしまったような気がするんですけど、実は理解してないですはい、すいません。というか一回理解したんですけども、さすがに忘れてるのでちょっと復習しなきゃいけなくて、それによってはこれが成り立たないパターンがあり得るかなと思っています。もしコムのことを知っている人であれば、コムのインターフェースポインターをキャストするときに自分でキャストしてはいけない、クエリインターフェースというメソッドを呼び出してあのキャストさせなきゃいけないっていうことに案に関係してるはずで、あれがあるってことはここがずれる可能性があるんじゃないかなっていうのはちょっとね、あの、うん、そうだったっけみたいなのをちょっと考えたんですよね。なのでちょっとこれを仮定するコードはどうなんだろうっていうのを今思ってるんですが、まあ問題があったらその時に直しますか。で今は単にキャストするっていうふうにしておきましょうかね。はい、というわけで長々と話しましたけど、じゃあここはこんな風になる。システムオブジェクトアスターで無理やりキャストします。これね、 C++ 使いとしてはねリインタープリットキャストにしたいところなんですが、まあでもそうか、 C++ 使うんだったら継承関係を結べばいいですねまあしょうがない。はい、とにかくあの C で書く場合はこんな感じでキャストすると。そうすればまあ今あれですね、リシャパのあの警告表示がなくなったので、まあこれでいいってことがわかりますね。はい、ということで、こんな風に出力されるように、現状の、コンバータの実装を直します。こいつをやってるのは、ニューオブジェのところですね。どれだ、コールコンバータ、IL コンバータのニューオブジェですね。で、こいつのアプライで、作ってるのは、コンストラクターの呼び出しがこれですね。だからここですね、ここに、さっきの例で言うならこういうふうに出るようにすると、こうかな、こういう感じで出るようにしたい。で、ここには要するに片面が入ります。まあ、ちょっと意味しといて、でここに何が入るかですね。これはパラメータ、あ違うか、これコンストラクターだな。あ、いいか、あなるほど、そうですね、なるほどって言っちゃったけどこれあ難しいな。パラメーターストリングがこの括弧の中に入るんですよね。これ何かっていうと、コンストラクターの引数群なんですよ。群なので、ここの先頭にdis 参照、 dis ポインターが含まれている、その dis ポインターの型が間違ってるんですね。でここに来ちゃったらもう全部そのなんか残りのあのコンストラクターの引数も全部くっついた状態の文字列としてやってくるので、もちろんここに無理やり入れればできるんですけど、まあ気持ち悪いですよね。なんか、できればこのパラメータストリングの一個一個を解釈しているところで、正しい型として
呼び出されるようにしたいというのがあります。それをやっているのは、この間からなんか右往左往してたやつですね。ペアパラメーターズか、これか、ギブンパラメーターデクラレーション、ペアパラメーターは、あ、そうですね、ここでコンストラクターのためのディスタンションディスポインターをインサートしてますね。ちょっと、ディスリファレンス、これでいいかな。で、これかな、ここで工夫できるかな。こいつかな。今これが全く同一のあの方なので、なので問題を起こしていないです。でも実際にはキャストされてほしいんですよね。キャストの対象は、今呼び出そうとしているコンストラクターが定義されているクラスの方かな。で、これ今タイプってなってるんで分かりにくいですけど、コンストラクタのデクレアリングタイプ、あれじゃん、合ってるような気がしますね。コンストラクタのデクレアリングタイプ、本当？コンストラクタトークンは、規定クラスのコンストラクタを指しているはず。そいつから得られたコンストラクターインフォのデクレアリングタイプは規定クラスの型を表している。合ってますよね。いいですね。どういうことなんだ。あ、違うか、ニューオブジェじゃないか。そうだ、ニューオブジェは呼びて、ニューしてるところの方ですね。そうだ、ニューオブジェオプト、オプコードは、ニューの式が書いてある方の話ですね。で、今問題になってるのは、それによって呼び出されたコンストラクターの中から呼び出している規定コンストラクターの話ですね。あー、それ難しいな。というのは、IL で見ましょう。IL で、今の話に出てきたのは、ちょっと分かりにくいんで C シャープに一旦変えますね。この辺だったな、ちゃうわ。これ、これか。クラスタイプテストターゲットというクラスを入します。ですね。なので、これによって、こいつのコンストラクターが呼ばれますよね。これのコンストラクターは、これで、で、こいつ、C シャープでは何も出てないけど、IL で見ると、規定のコンストラクター、つまりシステムオブジェクトのコンストラクターを呼び出してますよね、コール命令で。これのことですね。これ、ロードアーグ0ってやると何が得られるかっていうと、このクラスタイプテストターゲットへの参照ですね。インスタンスへの参照が得られます。だから今現在このロードアーグ0っていうのは型としてはクラスタイプテストターゲットへの参照なはずなんですよ。だけど、ここでコールで、規定コンストラクターを呼び出したときに、これロードアーグゼロで要するにディス参照として積んでるので、ディス参照としてこいつの第ゼロ引数に渡っていく。ただしその型がクラスタイプテストターゲットとして渡るんですよ、システムオブジェクトではなく。でもちろんドトネットスの世界では継承関係にあるから、暗黙のキャストができるというか、まあキャストとする必要もないんですけど、参照なんでオブジェクトリファレンスなんで、そのまま通用するんですけど、だけど C に落とした場合はそこは型が違ってるのでどうしようもないので、無理やりキャストしなきゃいけない。それね、パッと思いつく方法は、
この現在、ロードアグゼロで積まれている、このスタックに積まれている値の型、バーサス、このコンストラクタのその目的となる、引数、要求される引数と、等を比較して、で、違っていたら、それにキャストを試みるっていう感じですかね。つまり、ややこしいね、本当に。じゃあ、まあ、この図でいきますね。この図でいくと、バーというコンストラクターがあります。これちょっと、C でも C シャープでもないんですけど、まあ C っぽく書くならば、これは、バーの実数、擬似的な実数を書いています。で、第一引数、第0と引数として実参照が得られます。その参照はバー自身を指していますよね、コンストラクターなんで。で、このコンストラクター、先頭で、自分の規定クラスの foo のコンストラクターを呼び出します。こんな感じですね。ちょっと今エラーとかも無視しますけど、じゃあ今度foo。foo の、リスは、システムオブジェクト。こういう感じですかね。foo は自分の、継承元はまあシステムオブジェクトなんで、システムオブジェクトのコンストラクターをこんな感じで呼び出します。という感じですが、問題はここの型で、これもそうですね。で、バーなんで、バーポインターですね。リスはバーポインターです。だけど、フーはフーポインターを要求する。で、C の世界ではこいつらに継承関係というのは持ち込めないので、この暗黙のキャストはできないから、だから、無理やり foo アスタにキャストする必要があるってことですね。で、下も同じように、システムオブジェクトのコンストラクターを呼び出すときに、リスポインターは foo アスターなので、これを無理やりシステムオブジェクトアスターに、キャストする必要があるということですね。で、それぞれのこの型、それからこの型かな、この型を今知りたいわけですよ。ストリングフォーマットでフォーマットするときにこの型が知りたい。それはターゲットとするコンストラクターの、型そのものですね。foo は foo アスターだし、システムオブジェクトはシステムオブジェクトアスター。なので、キャストしたいんですけど、無条件に、型が違ってたら、今これ型違うですよね。foo アスターとシステムオブジェクトアスター違う。だから、無条件に型が違う場合にキャスト構文でこういうふうに出した場合、ひょっとして IL2C が間違ってて、ここにあてがう引数とかが誤っていると、それでも、ポインターのキャストは成立してしまうんですよね。C の場合、ゆるゆるなので 書かれた通りにキャストされてしまうので、それは非常に危険なので、そうだな、この引数の、エクスプレッションを、出力するところで、
ああ、なるほど。デリファレンスした方が、アサイナブルフロムで成立するかどうか、要するに暗黙のキャストが成立するかどうかで見て、成立するようだったらキャスト構文を入れるみたいにしますかね。大丈夫か？そうですよね。狭い方向へのキャストだから成立するはずですよね。実際 C++ で書けば別にこうキャストなんかなくても書けるはずなのでできるはずですね。じゃあそういう判定を入れて、それで OK ならキャストを入れるし、それがダメだったら、それなんか IL としておかしな IL がかまされたってことなので、スローする必要があるかな。いつも通りインバイトプログラム、シーケンスエクセプションをスローするという流れにしますか。いやー、難しいですね。あ、こうだ。こうだな。じゃあ、ニューオブジェコンバータは、これは、今のところ関係ないので、これでいいかな。これなんだっけ？デリファレンスとタイプネーム？あ、これ間違ってますね。これ2ですね。2です。はい。大丈夫ですよ。デリファレンス。うん、そうそうそう。これでやってる。で、1の中で含まれてます。それをやるべきところは、この get given parameter declaration かな。ここの中で、このパラメータの情報を得ながら変換をします。で、ここでチェックをやってるので、同じような感じでチェックをすればいいってことかな。で、一個一個の式、リス参照だけじゃなくて、その後につながるそのコンストラクタの引数群ですね。これはそのままコンストラクタだけじゃなくて、メソッドにも適用されるので、このメソッドは、メソッドを変換するときにも呼び出されるので、なので、両方で全く同じように機能しなければいけないというのが、実装の制約になります。で、どちらにしても、一個一個のパラメータについて、この getWriteExpression を呼び出して変換をしていると。失敗したら、null が返ってくるので、それでスローされると。じゃあ、この WriteExpression の中で、ポインターについての扱いをもうちょっと厳密にやればいいということですね。で、まず、数にそのまま代入できる。これは、参照に適用できる？適用されますね。これは、両者が、クラスな場合、今回の場合がまさにそうで、片方がシステムオブジェクト、片方がフーとかバーとかいう型なので、これ、イザーサイナブルフロムって成立しますね。そうすると、シンボル名がそのまま出力されると。ああ、なるほど。ここはですね、じゃあ、ちょっと条件を増やして、こうしますか。まず、型が全く同じ場合ですね。これは、そのままこのシンボル名を出力すればいいってことが分かりますよね。で、型が違う場合はどうするかなんですが、今やっている、クラスの場合は、この is assignable from が成立するってことは、つまり狭い方向への暗黙のキャストが成立するということなんで、C シャープ的にはそのままシンボル名を出力すればいいけど、C 的には、こいつはキャストを間に挟まないといけないですね。クラスの場合は。そうですね。はあ、ややこしい。ややこしいな 他のパターンとして考えられるのは、バリュータイプがやってきたときに、オブジェクトへキャストするっていうような場合にどうなるかなんですけど、これは今全く着手していない、ボクシング周りの話なので、またちょっとやり方が変わるような気がするので、今考えなくてもいい。ここに来るのは、とりあえず、あんまり自信がないので、まあ、多分来ないはずですけど、アサートしておきましょうか。LHS タイプが、クラスであり、RHS の、ターゲットタイプもクラスである。っ
ていう条件にしておきましょうかね。でこれで、クラスからクラスへのキャストでイコールではないっていう条件になるので、これは必ず、キャストを間に挟まなければいけないということが分かります。なのでストリングフォーマットを使って出力します。まず型名が来ます。目的の型のキャストする、それからシンボルの名前と、こういう感じですね。で、0番目に何が来るかなんですが、これですね、ここにちょうど同じようなのがあるのでこれをもらっときましょう。 LHS タイプが目的となる方なので、そいつにキャストするっていう感じですね。で、ここのキャストは、ポインターにならなければいけないので、クラスの場合デリファレンスしないで、デリファレンスしないで、そのまま渡す必要があるので、これでいいかな。要するに、ここに追加の引数ですね。この isDeference っていうのは false のまま、呼び出してやれば、ちゃんとポインター型として取得できるので、それをそのままここに出せばキャストとして成立するはずという感じですね。はい。もし、そういう関係にない方、要するに全然関係のない方へのキャスト、例えばそうですね、まあ今我々が話をしていたバーとかフーとかってクラスなんですけど、これと全然の関係のない URI クラスにキャストし、に代入しようとした場合の話ですね。そうするとこの isAssignAll from は成立しないので次へ行きます。で、ニューメリックプリミティブでもないので、次へ行きます。ターゲットタイプがブールでもないので、次行きます。そうすると、ヌルが返るので、さっきの例外ですね。呼び出し元の例外のスローで、インバリットプログラムシーケンスになるという感じですね。これでいいような気がする。あ、例外は出なかったですね。じゃあどんな感じになっているのかな。この辺はまあ変わんないですよね。あとこっちは、なってますね。システムオブジェクトのコンストラクターは、システムオブジェクトに、キャストしてますよね。こんな感じで。で、元の方は、もちろんシステムオブジェクトではなくて、IL2C テストターゲットのクラスタイプテストアスターで、テストへのポインターっていう扱いになってますね。まあ、要するにこれなんですけど、これですね。で、キャストが成立したということになります。長かった。これを、ビルドしてみましょう。はい、C のコードのビルドも通ってますね。この辺かな。あ、じゃあ、これかな。はい、どうだった。IOC コアテスト、C ランゲージテスト、3なので、3、これですね。ジェネーティングコードで成功。はい、成功ですね。はぁ、やっと通りましたね。で、メインがこんな風になっています。ここから、テストを実際にしたいんですよ。今はバリュータイプのテストだけなので。じゃあ、書いてみますかね。IL2C テストターゲットクラスタイプテストターゲットかな。で、名前がもう適当につけてるからいかんですけど、ホゲ、4って感じでいいかな。なんで、こいつはポインターにしておき、あ、そうか。new できないですね。そうか。new できないですね。まあテストコードを呼び出す方でやるか、まずは。
ちょっと何を言ってるかわからないかもしれないんで、IL2C テストターゲットクラス、クラスタイプテストのテスト4を呼び出します。で、これが int32p で result6 ぐらいかな。こんな感じ？僕使ってないね。で、クラスタイプテストのテスト4がどういう実装だったかを、C を見ずにC シャープ側だけで一応確認すると。クラスタイプテストの、テスト4の実装ですね。内部でクラスタイプテストターゲットを入して、で、そのフィールドに456を入れて、そのフィールドの値を返すですね。だから456が返ってくるはずですね。これを、じゃあ、メイン C の方で、プリント F で出しますか。result6 イコール%で。こんな感じですかね。はい、ちょっと動かしてみましょうか。デバッグスタート。はい、来ました。ステップします。ステップします。ホストリザルト6は456ですね。ちょっと戻ってもう一回中を見てみますか。中に入ります。すごい読みにくいですけど、まずこの最初の行は丸くしてるんですね。このクラスのインスタンスを丸くした結果は、このクラスのポインターという形で表現します。それがスタックに積まれます。はい、スタックに積まれました。中はぐちゃぐちゃですね。なんか変な値が入っているので、すぐ次のこのメムセットで内部をクリアします。そうすると中身はバリュー2というフィールドは0になってますね。これで初期化できた。で、次に、コンストラクター呼び出しちゃいましたね、もう。結局は0。なぜかというと、ちょっと無理やりもう一回戻して実行するか。こうだ。コンストラクターの中に入ってきました。で、this 参照を取得した後、システムオブジェクトのコンストラクターを呼び出しています。そしてシステムオブジェクトのコンストラクターはまあ何もしていないので、まあ、結果的に何もしないんですね。はい。で、いいですよと。で、今度は456という値を、この今作ってるクラスのインスタンスのバリュー2に、代入します。切れちゃってる。入りましたね。はい。で、その値を、スタック0に入れて、で、最後、その値を持って戻りますと。だから、456がやってきますと。はぁ、動きましたね。もちろん、マロクで加工されたポインターは、このメソッドを抜け、この関数を抜けてきた時点で、ポインターが失われるので、永久に解放されず、メモリーリークになると。まあ、でも、それは、その通り予定してそうしているので、まあそれは今の段階では良しとするということで、やっとあれですね、クラスを入してで規定のコンストラクターの呼び出しまでできるっていう状態に持ってこれましたね。で、さっきちょっとうっと思ったのが、ここで C のコード、我々がその C のコードを手でポチポチと書くっていう時に、このクラスタイプテストというクラスのインスタンスを作りたい場合に困るんですよね。つまり、例えば、こういう変数があるとします。こいつに一体どう書けばインスタンスを生成できるのかって話で、我々、IL2C を、こう、作ってるものからすれば、手で書けるわけですよ。
こんな感じで、マロクのタイプオブ、タイプオブじゃない、サイズオブだ、サイズオブで、メモリを確保し、そして、メムセットでこの P を、クリアし、そして、C テストターゲットクラスタイプテスト C、あれ、クラスタイプテスト、あ、これコンストラクターないわ。ごめんなさい、間違えましたね。クラスでタイプテストターゲットですね。ごめんなさい。型が違っていた。はい。の、クラスタイプテストターゲットの、あれなんでないんだ？クラスタイプテストターゲットコンストラクターあるな。クラスタイプテストターゲットのコンストラクターありません。あれなんで今サジェストしてなかったのかな。まあ大丈夫ですね。これで、P ってやるとコンストラクターが呼び出されて、これでようやく初期化が完了すると。こんな感じかな。この実装の仕方を知っていれば、もちろんこの通りにできるんですけど、まあめんどくさいといえばめんどくさいですよね。このなんか産業を簡単に書ける方法を用意しておくと、C 側でクラスをクラスインスタンスを生成したいって思う時にも楽にできるようになりますよね。まあそれをやりたいことがあるかどうかが問題ですけど、どんな感じになるかな。例えばじゃあ、まあ仮にですけど、そうか。じゃあ、こうすればいいのかな。IL2C テストターゲットクラスタイプテストターゲット new みたいにしますか。で、そうすると、インスタンスが得られるみたいな。で、その new するための実装はこいつの中にあって、で new オブジェのところですね、 new オブジェのオプコードがあるときにも、まあこいつを呼び出すようなコードを生成するっていうふうにすれば、そうすればまあなんかnew については共通化できますよね、処理として。まあインライン展開にした方がいいかどうかちょっと微妙ですけど、一応こういうような書き方でやれなくはないと。どうしましょうね。クラスタイプテストターゲットの入荷、これこの関数の実装を出力するためにはどうすればいいかというと、まず直接対応するコードないんですよね。この new のための IL っていうのはないので、どこかで無理やり出さなければいけない、出さなければいけないのは、一つはヘッダーファイルの方にはこれのプロトタイプ宣言を出さなければいけない。それから、C のソースコードの方にはこいつのボディを出さなきゃいけなくて、でそれを出せるタイミングとしてはインターナルコンバートの中で出せばいいのかな。インターナルコンバートの中でグローバル変数を出力するところがあるんで、それの次あたりにこいつを出すっていう方法でもいいかもしれないですね。まあ同じ型クラスまたは構造体と近しいところから出すっていう方法もまあなくはないんですけども、その方が可読性がいいかもしれないですね。ちょっと置いておきましょうか。まあ今みたいな感じで見通しは立ってるんで、まあやろうかと思えばいつでもできる話かなという気がするので、なんでちょっとまあこのままこれは置いておきましょうか。じゃあ今回の成果としては以上ということにしておきましょう。まあ、せっかくね、出来上がったので、あとあれかな。テストコードとして、ちょっとこれ消しますね。
もう一つ5の方があるか、テスト5はどういうコードだったかというと、テスト5は入して789やって、おお、それのインスタンスを呼び出す感じですね。で、リザルトを得て、返します。これでもあんま意味ないよな、このコード。ああ、そうか。このゲットバリュー2ってどうしていたかというと、あ、なんことないわ。このあらかじめフィールドに設定されている値と A と B を足して、で、返すっていう風なので、7、8、9と1、2、3と4、5、6が足された値が返されないといけないんで、意味ありますね。まあ、せっかくなんで、ね、ちょっとこれのテストもしましょうか。これ同じようなテストが、下でもありますね、これでもね。で、まあ結局は呼び出、同じように呼び出せばいいので、7。ちょっと、この辺のテストも、もういい加減ですよね、本当にね。テスト自動化の時にはね、なんか、ちょっとずつこの辺りも直して、自動的にやれるような感じでしたいなと思ってるんですが。はい。じゃあ、これで、動かしてみましょう。デバッグスタート。はい、まあ上はね、もうやってるので、いいとして、なってますよね。456なってますよね。で、こいつなんですけど、予測しましょう。123と456と789が足された値、1368ですね。が返ってくるはず。はい。はい、返ってますね。1368。OK ですね。あ、よかったよかった。まあ、実装はね、C シャープ的に見れば、クラスなのか構造体なのか、バリュータイプなのかの違いだけなんで、結果はもちろん変わらないはずですけど、動きとしてはね、結構違いますよね、今回。ニューオブジェを呼び出してるせいで、メモリを、確保して、そこのフィールド、インスタンスフィールドを参照してるってことも違うし、そのコンストラクター呼び出しが間に挟まってるってことも違うんで、内部的な動きとしてはだいぶ違うはずですね。なんか内部的な話って言い始めると、これがリリースでどうなるのかちょっと気になりますね。せっかくだからやりましょうか。ブレーカーここにかけておいて、通ったな。リリースで通らなかったらどうしようみたいなのがあるんだけど、通りましたね。大丈夫ですね。はい。じゃあちょっと実行してみましょうか。デバッグスタート。C コンパイラーには果たしてどの辺までお見通しなのかですね。これの、ディスアセンブリー。はい。で、ちょっと字が、ね、なんてか知らないけど、デバッグウィンドウだけね、でかくできないので、これで見ますね。まあ、最初のこれは、スタックの領域を取っているだけなのでいいとして、その後は、このクラスタイプテストを呼び出しています。のテスト4を。だけど、これ中見るとあれですね。もう、完全にインライン展開されてるのかな。リザルト6。そうですね。ここでいきなりリザルト6が返ってきている。で、これ 1C8H、あ、456、456、あ、そうかそうか。どういうこと？なんか、1C8D ワードポインター、456って値が、メモリに直接格納されます。ああ、そうか。フィールドが1個しかないからね。直接もう RX に入れちゃって、RX が指している、メモリ領域に456っていう直置を入れてます。RX っていうのは、メソッドを呼び出した場合の、そのマシン語コードのそのレジスターとして戻り値が入るっていうふうに決まってるので、なので、RX に、その、ポインターが入っているから、そのポインターが指す場所に456という値を直接入れます。そして、その後 EDX1C8 入れて、
で、RCX、ストリング、リザルト6。ああ、これはあれですね。このリザルト6イコールって、このフォーマット文字列が存在するメモリのアドレスを RCX に入れてますね。ロードエフェクティブアドレスっていう、命令で。で、これは追加引数ですね。プリント F の。追加引数として、456を、入れて、コールしてます。プリント F を。すごいな。なるほどね。すごいなと言ったのはですね、この辺のコード無意味だから削除されるかなって一瞬思ったんですよ。なんでかっていうと、これってマロックしたメモリのアドレスの欄に456っていう直置を入れてます。それ確かにソースコード上そう書いたんですけど、だけどその後このポインターって結局使われずじまいなんですよ。だけどそれはメインではないどこかで使われる可能性があるとコンパイラーは思ってるんですね。もうちょっと言うなら、ここで取得できたポインターがそのなんていうんです、動的に確保されたメモリかどうかはよく分かっていないので、だけどそのポインターに値を入れたという事実は尊重して、それは実行してるわけですよ。まあ、人間の目から見るとその後捨てたってことが明らかなので、まあこの2行はなんか無意味かなと思ったけど、コンパイラーからするとこれは出さなければいけないものだと思っていて、この命令を出力している。そしてその後このプリント F を作るときにはですね、ここで代入されたこのフィールドの値が結局、456というそのリテラルの値がそのままプリント F の引数として渡っているということは知っているので、なのでもうリテラルの値として、もうちょっと言い換えるなら、この RAX をもう一度参照するんじゃなくて、もうダイレクトにこの456という数字をプリント F の引数に与えて、でコールしてるってことですね。むちゃくちゃやな。すごいな。これはあれですね、なんか昔見た VC よりも賢くなってる気がしますね。昔見た VC はリリースビルドでもここまではやらなかったような気がするんだよな。なんとなく この辺がその今僕がちょっと言いかけた、ここでもう一度 RX を参照して値を取り出してみたいなコードが出たような気がするんですよ。なんですけど、このリテラルの参照をだっていうのをちゃんと認識して、リテラルの値がそのまま適用されても問題がないって分かってるんですね。そうすることでバスアクセスが1回分削除されるという、はぁーって感じですね。なるほどね。これね、型推論ってなんて言うんだったかな、なんか用語があるんですけど、忘れました。まあ思い出したらまた紹介します。論理学じゃないけど、なんかそういうのがあるんですよ。その今注目しているそのシンボルが、ただの一度しか参照されないのか、ずっと参照し続けられる可能性があるのかということを型で表現するっていう考え方があって、それで型の推論にかけると、そうすると、どこで使われてこいつはなんかいつもずっと参照し続けないといけないとかいうようなことが切り分けできるので、一度しか使われない場合はなんかこうやって最適化するみたいなことが処理として切り分けができるっていう、そういう論理学じゃないんだけど、なんかそういう考え方があります。多分それを導入したんでしょうね。なんかすごいすごいですね。素直に驚きました。なるほど。 GCC がねどんなコードが出るのか、ちょっと楽しみですね。今パッとやれる環境がないんであれですけど、おお、さすがですね。まあ期待通りですよ。思った通りですよ、ガハハみたいな。まあね、このぐらいのことをやってくれるというつもりで、なんか冗長なコードを出させているので、まあまあ、予定通りではあるんですけど、驚きました。はい。で、あと、下の方ですね、こっちは、クラスタイプテストのテスト5のメソッドを呼び出します。そいつの中はやっぱりマロクで、クラスのインスタンスを生成します。そしてここ789ですね。789をやっぱり、メモリのそのフィールドに格納してます。
でその後の流れも一緒ですね。結局 C コンパイラーには、こいつが固定で渡ってくるっていうことがバレバレで、なのでここに、計算した結果ですね、1368っていう計算済みの値が直接、プリント F の引数として渡されていると。素晴らしい、いいですね、うん、いいいい、予定通りですよはい、まあ予定通り、こっちはですね、リリースビルドは予定通りですね。自分的にはデバッグビルドのではほぼ書かれた通りのコードが出ているはずなので、ちょっともう見ないですけど、この書いた、書いたじゃない、出力したこの冗長なコードがそのまま出てるはずなので、なんかちょっと分量的にね、そろそろ気になってきましたよね。こうやってパッと見ても何やってんだかみたいな感じがあるんで、最終的にはできるだけなんかこういわゆる普通の C っぽいコードにを出力するように変形させていきたいですね。それってまあ結局デコンパイラーみたいなイメージになるんかなと思うんですが、まあそういうふうにしたいけど、そのためにはいろいろなんかこう過程を置いて解析しなきゃいけない。例えばなんかロズリンだったらこういう出力するだろうみたいな、ある程度の暗黙の過程がないとなかなか難しいとは思ってます。でまあそれ、しかもその解析を正しくやるのも大変だと思うので、まあそれは後々ですね、もうちょっとなんか大体いろんなことが見えてきてからいつやるかみたいな改めて考えるとして、目先ねこの醜さを解決するには、前々回言ったようになんかこうコメント行改行入れるとか、行コメ入れて、でこっからはソースコードのこれを今出力してるみたいな、ソースコードでは出せないか、あれですね、IL の、なんだろうね、命令ぐらいは出せるかな、命令とオペランドの直置ぐらいはフォーマットして出せるかもしれないので、そういうのをコメントで挿入していけばもうちょっと見やすいかもしれないですね。1命令ずつ区切られればね、今回のニューオブジェみたいに3行出るみたいな状況だとわけわからないんで、まあなんかそういう区切りを入れてやるだけでもだいぶ見やすくなるかなと。であとはこうなんかもう本当 C のソースコードってこういう風ですよね、改めて思い出しましたけど、なんかもうひたすらなんか関数がだだな並びしてしまうんで同じ場所に、なのでスコープが分けられないので、なのでまあこの単位でもなんかこうヘッコメントみたいな感じでちょっと区切りを入れてやって、であとこっちですね、こっちももうこんなんなんでわけわからんで、これもなんかコメントを入れて切り分けて、例えば名前空間ごととか型ごと、それからメソッドっていうかメンバーですね、メンバーとかいうような感じでもし出せればなんか見やすくなるような気がしますよね。うん、これもね全貌参照の優先順位があるんでちょっと微妙ですけどね、型定義が上に来ないと、ここら辺でね関数の引数とかモドリッチとかの型で使われてしまうんで、なんで型定義が上に来なきゃいけない。ここら辺もプロトタイプ宣言を導入するって方法はあるにはありますけど、そのタイプデフストラクトとかでいい、あらかじめもうボディなしで宣言しといて、ボディを改めてこれの下で宣言する、定義するみたいにやれば安全なんですけど、なんかめんどくさいし本当に。なのでまあちょっとね、まあそのあたりあんまり凝らない範囲でちょっとずつなんかこう見やすくなるような形で改良していくっていうのはなんか今後の作業で入れていきたいなと思います。はい、じゃあ今回は、こんな感じで、なんかマイルストーンにしたいけど、でもね何しろどんどんダダ漏れなんでね入したクラスがダダ漏れなんで、ちょっとマイルストーンっていうにはなみたいなのはあるので、もうちょっと進めますかね。ちょっと逃げ回ってる GC のこととかを考えてみるとかかな。アットニューオブジェオブコードアットっていうかサブボード
ですね。で、こいつが、シャープ6の43と。はい、これで、上がりました、プッシュしました。はい、じゃあ次回はどうしましょうか。次回は次回考えましょうか。次回からの分を、次回の最初に考えましょうかね。はい、ということで、以上で今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。